皆さんこんにちは。いつもニンニクハンターチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今日はですね、新潟グルメモール2022というイベントに行ってきたいと思います。こちらはですね、グルメチケットを購入して43名に豪華景品が当たるというイベントなんですね。でそのイベントのその豪華景品というのがすごいんですよ。なんと A 賞、まあ、多分これ一等賞ですかね、これがバンダイシティバスセンターのカレー100食分利用券が2名なんですね。2名100食すごくないですか。これすごいですよね。私カレーバスセンターのカレーめっちゃ好きなんで、これ欲しさにちょっとやってみようかなと思ってます。まあ、他にも、JR 乗務員、訓練用の運転シミュレーター体験が3名に当たるんですね。これも結構面白そうですよね。私、まあ、そんなに、まあ、鉄道が好きなわけではないんですけれども、まあ、面白い体験ができるんだってあれば、まあ、いいかなというふうに思ってます。まあ、応募方法はこれからちょっと見てみないと分かんないんですけれども、とりあえずこの参加店舗に今日は行ってみたいと思います。参加店舗は32店舗で、だいたい新潟駅前のお店でしたね。こちらが選べる豪華景品のようです。バスセンターのカレーは、まあ、やっぱり大目玉なので逆に外すっていう手もありますよね。今回は新潟メディアシップの中にある四川飯店へ行ってきました。四川飯店の新潟グルメモールセットはチン麻婆豆腐セットだったんですけれども、結構辛かったんですが美味しかったです。これからも新潟のイベントにどんどん参加して動画をアップしていきます。ご視聴ありがとうございました。